皆さんこんにちは。こんにちは。エクスプラスの岡本 G でございます。エクスプラスの2代目こと梅地です。今日はですね、はい、大怪獣シリーズ、オールカラー図鑑、つぶやプロ編発売記念、再販希望アンケートの結果発表。これ、いつからアンケートを取らせていただいたんでしょうかね。2ヶ月の間にですね、まあ、非常にその熱いお客様からですね、約1000名護衛ですね、はい、皆さんからアンケートを出していただきまして、はい、でまあ、その結果がですね、本日めでたくまとまりましたので発表させていただきたいなということで、はい、まあ、大層にこう2人で並んで撮影するのにいろいろ並べて、で今日は発表する内容とあまりマッチしてないという、そういう内容でございますが、粛々と発表を進めていければなと思いますが、いかがですか。まあ、どんな怪獣がラインナップしているのか、はい、お楽しみいただければと思います、はい、それではですね、まず第20位から20位がね、はい、これ20位が複数ありますね。なんかね、タイで固まっておるんですが、では結果発表いたします。第20位からでございます。じゃじゃんじゃじゃん、6種、はい、同票ですね、はい、同じ数のリクエストがあったという怪獣たちでございますが、まず、まあ、上からウルトラ Q のガラモン、これ2014年発売版と、はい、で続きまして帰ってきたウルトラマンの古代語で、ウルトラマンエースからジャンボキングで、ウルトラマンからベスターで、帰ってきたウルトラマンのグドンで、ウルトラマン太郎のライブキングということなんですけれども、もう26年、関わってきているんですが、まあ、徐々に私が関わった製品というのが少なくなってきましてですね、どうですかね、この辺りでいくと、まあでもこの辺あれね、ベスター、グドン、それから古代ゴン、この辺は、まだまだ絡んでいた頃ですね。このペスターなんかあれですね、大体まあ、我々の大怪獣シリーズの設定というのはですね、18センチから20センチのスーツアクターの方が入っているというベースで作っているので、ペスターでかかったですね。まあ、これ作ってみんなびっくりしないかなという、まあこれ、ドドンゴとかね、その辺もあるんですけれども、まあ、結構でかい。うん。で、まあ人気の怪獣ですよね。でグドン、これも何度か私の記憶によると夕焼けバージョンとかね、夕焼け対決バージョンとかね、まあ、そんな感じで再販はさせていただいてるんですが、やっぱり根強いですね。そうですね、まあ、このアンケートに限らず、まあ、お客様からいただくおはがきとか、うん、まあ、メールとかの再販希望の内容にはやっぱは目につきやすい怪獣ですね。それだけ人気があるんだなというのを実感する怪獣ですね。そうですよね。まあ、いっそのことをギガンティックとかしたらどうなんですか。そうそう、個人的には、まあ、ちょっとぜひ、実現するように。いや、ここにねツインテールがね入っていたらもうほぼギガンティックにしたいんですけど、この、いろいろ物価上昇中の昨今ね、まあ、でかいグドンとツインテール、まあ、そこそこの値段になるかもしれないですけど、もうできることなら出さないでくれと言われるかもしれませんが、まあそういうそのアイデアもですね、皆さんからこの投票いただいた内容を見てですね、感じているところなんですが、このどうですか、ジャンボキング、それからライブキング、まあ、ジャンボキングもでかいですよね。スーツアクターの方が2人入っていたということで、これジャンボキングって一度再販とかしませんでした。両目と後ろの装飾が発行するバージョンで確か。そうですよね。で、まあ、ガラモンも何度か、はい、バージョン違い出してると思うんで、まあ、この辺は再販の常連という言い方もおかしいんですけど、やっぱり人気があるので過去にも再販しているという内容です。さてライブキング、そうですね、まあ、20位でこの6体がソロ、うん、なぜかソロって、ね、ここにライブキングが、はい、そうですよね。と第一次怪獣ブームの私なんかにしたら、ガラモンとこう同じライブキングがまあ並んでるというのは、まあ、歴史を感じるという感じですかね。はい、アンケートの
面白い醍醐味とかですね。いろんなね趣味を持たれているお客さんがいらっしゃるのかな。幅広い。幅広いですね。象徴するよ。はい。じゃあ続きまして、はい、ちょっと待ってくださいね。次が17位、16位、14位というのをまあ一度にご紹介したいなと思いますが。はい。17位が、ダダ、ドラゴ、クレイジーゴ。16位がウルトラセブン。10位はジラスとバラバですね。はい。まあ、やはりあれですね。かっこいいやつらですよ。そうですね、うん、まあ、ウルトラセブンも入ってなかなかシャープなデザインの怪獣が多いような気がしますね。シャープですか。まあシャープかな。尖ってる。まあ、この辺りで私が関わっていたのがまずダダですね。これ再販するとなったら、まあ、当時もですね、まあ、相当工場には嫌がられましたね。ということで、この塗装をどうすんねんって。この塗装をどうすんねんか。で、しかもABC、ダメージバージョンと顔もいっぱいあるし。どういう構成にすんねんとか言う。まあ、当時はそうですね、工場の人たちと一緒にいろいろ悩みながら開発していったかなという、まあ、歴史あるダダですよね。そう。ごめんなさい。私、ポッと出てこないですけど、ダダが持っている光線銃、光線銃ですね。ミニミニ光線銃ですか。あれをつけた覚えてますね。あれも、あんな、金型どこ行ったんかな、ね、あるはずなんですね。あるはずなんですね。はい。で、続いてね、このドラコも、これも苦労して開発したのを覚えてますね。羽をね、開いた状態で、こう、つけるというのも、まあ、格好良いな、と。で、シンプルだな、というのもありましたが、いや、どうしてもちょっと開閉させたいなというので、これもまた工場と非常に悩みましたね。で、ちょうどねこの頃あれなんですよ、ちょっとコンセプトを変えてですね、ソフビでどこまで稼働させれるかみたいなところに取り組んでた時代の商品なんで、足首であるとか、それからあと腕であるとか、まあちょっと可動箇所がいくつかあってというところでね、まあ、最終的には各羽をですね、一枚一枚ばらして、で、インジェクションの金型を作りまして、で、そこにこう、開くときにですね、一気にこう、扇子のように開くように、鍵爪みたいなものをね、パーツを一部成形して、で、さっと開くという、ね、まあ、そういうちょっと苦労した怪獣ではありますが、で、まあ、こんなことを話しながら、もうもちろんすでに金型はございません。ございませんので、再販するとなったら、まあ、さらに、ブラッシュアップされた造形のドラコを、まあ、さらに今の技術でですね、何がしか、羽の開閉するかどうかわからんけど、できればなというところです。で、この中で、まあ、クレイジーゴン。まあ、これ、ガタイすごいですよね。大きいですね。この辺も伺ってましたけど、これも再販かつてしたと思いますが、まあ、でもここにね入るということは、まあ、なかなか人気のある、そうですね、怪獣というかロボットというかね、うん、やっと来ましたね、ウルトラセブン。ついにここに、ね、またここでいいのかというか、そうですよね。意外とね、バクッと全体的に見ると今回ヒーローはヒーローで頂点には来ているんですが、後で発表しますが、まあ、だけれどもどちらかというと怪獣の方がリクエストが多かったです ですね。これはどういう現象なんですか。やはりお客様の思考というか、うん、どんどん無茶振りしますんで、あれですよ、やはりこの結果見れば、うん、ウルトラセブンがここなのみたいなので、うん、さらにその上位が何が飛び出してくるのかというのをワクワクするような期待と不安で、まあ、でもあれですよね、お客さんのこの再販、はい、アンケートというかリクエストというかで一緒に作っていくっていうのも、まあ、すごいこうお客さんと一緒に開発している感があって、 それはそれで心強い。そうですね。ここまで冒険できるんだみたいな。そう含めて、はい、続きまして、まあまあ、ジラースバラバと、まあ、同点で14位に入っているんですが、まあ、ジラースもかつて再販したような記憶はありますが、金型あるんですか。
っぱりここまで上になるともう確認をこれから取っていくと、そうですね、うん、なので、まあ、初版からもう10年ずいぶんですよ、ずいぶんですよね、まあ、なので実際にはその元になった原型はですね、あのしっかりと保存し保管しておりますので、まあ、そこから新しいその金型を作って再販するということは、まあ、全然可能かなというところですね。さてバラバですが、これも完成品でね再販したいと思っていたのですが、皆さんご記憶にありますでしょうかね、エイトマン Z 改め前夜さんなんですけど、我々の大怪獣シリーズのほぼ9割方をこれまでね、まあ、20数年間塗装していただいている親父がおるわけなんですけど、そのゼニアさん曰くバラがですね塗りごたえがあると、非常に塗りごたえがあると、こういうのをお客さんに塗ってほしいとっていうなんかね無責任な発言がありまして、お客さんは塗れるのかしらみたいなこともあってですね、このバラバは実はソフビのキットで出してみたらどうやろうっていう案が、まあ、ないようなあるような。そうですね。まあ、それでキットになって出た時に恨まれるのはジンヤさんなんで、これはもうわしゃ知らんという感じで、まあ、いろいろまあね、何らかの形で、皆さんのリクエストに応えていきたいなという今日この頃でございます。さあ、続きまして。はい。次がですね。ちらっと見ますと。13位。うん。11位の発表ですね、うん、発表ですね、はい、はい、ダラ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 、はい、13位来ましたね、コスモリさんでそして11位がドドンゴ、ムーロラと同列で並んでおるわけですが、コスモリさん、どうなんですか、これはあれですよね、2代目の気合いの入った開発でしたね、私が面白いですエクスプラスに出入りをし始めた頃に原型を仕事で見てた、まあ、思い出があるんですね、うんうんうん、開発自身には私は関わってないんですけど、あ、そんな前やったっけ、なんか結構もう18年9年は経ってると思うんです、初版から、コスモリキット、コスモリキット、本当に、へえ、まあ長いこと言うと僕の記憶も全然麻痺しているような状態です、ね、結構ボリュームの大きい怪獣で、うん、大怪獣ですね、うん、で再販リクエストが13位まで結構な数いただいておりまして、ね、でこのコスモリキットさんと、まあ、先ほど出てきましたライブキングさん、はい、まあ、これセットで再販ってどうですか、いいと思います。いいと思います。ちょっと、いや、でも、まあ、そういう、まあ、企画も立てて、出るかな、立てれるかなというのはね。うん。まあ、何百体と思ってる中で、この2体が、まあ、確かオーバーで上位に上がってくるっていうのは。もう、僕、テレビ見てへんよ、これ。ね、この時代。そうやな、まあでもお客さんのリクエストがね、ね、このコスモリさんとそのライブキングがあるということが期待されてる、しっかりと再販考えていきたいなというところですね。そうですね。さてこれモルノアですけども、はい、これはもうすでに、そうですよね、もうこれのアンケート、うん、こちらのアンケートを募集してる間も並行して再販の企画というのは検討してるんですけど、うん、その中でもリクエストの多いのがムルロアで、はいはいはい、このアンケートの結果とは、まあ、並行しつつも再販のご予約の方が開始していた商品ですね。またでもムルロラって可愛い怪獣ですよね。ですね。なんかこの回を見てもうトラウマになったんですけど、ね、そうですね。暗い雰囲気で。そこそこ味のあるやつでございますが、でも見てないよ俺当時は。見直しです。見直した。はい。さて、この表現がいいのはどうなのか、まあ、彼らがおって王道ドドンゴって言おうとして、ね、ちょっとごめんなさい、ドドンゴですよね、まあ、しかるべき、そう一期世代のね、第一次怪獣ブロック世代に行くとやっぱ王道なんですよね、あ、かっこよかったですね、かっこいい、飛び跳ねるようなキリンですからね、そうですね、はい、伝説のキリンですからね、ミイラ男、昔ちっちゃいんで出したんですけど出ないんですよ、つけたいですね、つけたい、次もし再販の機会があるならば、ああ
まあ、ぜひご検討いただければ幸いでございますが、はい、まあ、ドドンを11位まで行きましたが、はい、はい、続きまして同時発表は結構多いです、ね、9位、8位、7位と、同時に発表させていただきます、はい、ここで9位でついに来ましたね。しかし C タイプが9位ですか。そうですね、 もうね、それがここでタイプ別でラインナップするっていうのは、うん、はい、まあ、少年リックのお客様らしい A も B もあるのか。少年リックのお客様らしい2ね、そうです、エンスージアストっていうそうよね、愛好家、怪獣愛好家や。だから怪獣エンスーの人たちが少年リックのお客さんであると。でこの後あれですかね、 B タイプ A タイプってこの後上位出てくるんですかね。あるかないのかっていうのはこの後のクリップの結果次第で。なるほど。でB コン、彼は人気ですね。人気ですね。こちらも再販のアンケートとは別のメールだったりおはがきとかで、うん、まあ、よく目にそうですねする機会が多いから。そうですね。こう夕焼けバージョンも出しましたし、そうです、ね、発行バージョンも出しましたし、ね。でさらにでもここに来て9位に食い込んでるということは、そうですね、まあ、そこまでに人気そんなそんなやつに成長するとは思ってませんでしたよ。当時見ましたよ、これは怪獣ちゃん、なかなか味のある回でございましたですね。はい、よかったですね。はい、続きまして、はい、まあ、ブロッケン、こいつも大物です。まあ、やはり来たかというかジャンプキングとかなんで、そうですね、そうですね、もうドドームも来たし、ね、エスターも来たし、でブロッケン、ジャンプキングでしょ、うん、やっぱり豪華なスーツは見応えがあって、これね、あの当時開発するときに、なんだこれ尻尾なのかな、はい、の先についてるそのお目目がですね苦労しまして、で初版はですね、あのなかなかその明るい目玉を活かせずじまいだったんですけど、まあ、次ね、もし再販できるような流れがございましたら、まあ、その辺も、ね、そうですね、今の技術で、はい、うん、なんとかやっていただければと思いますが、はい、私からもリクエストいたします。はい、頑張っていただきます。はい、ルナチクス。ここで7位でルナチクス。いいですね、ルナチクスね。なんか巨大なウサギちゃんというか。そうですね。はい、やっぱりこちらもリクエストは多いですね。うんうん、まあ、何らかの形で、何らかの形でね、あの、また再登場させてあげたら、ね、月でお餅つけるかなみたいな、そんな感じでございますね。はい、はい、ではでは、もう残すところはあと5位の5位ですね。シーボラスと、ウルトラマンネクサスジュネスブルー、はい、2種ですね、うん、またこの2体が並ぶのもすごく新鮮です。そうそうやね、あの同列5位なんですけれども、あの全く違う世界にいる、ね、あの2人っていう感じですが、もう、まあ、シーゴラスはね、これシーモンスとシーゴラスね、以前、まあ、再販してるんですけど、やっぱりなんだろうな、やっぱり人気がある。そうです、ね、怪獣らしいデザインですよね。分かりやすいで、かっこよいというかね、うん、まあ、帰ってきたウルトラマンをこう代表する体重ではありますが、そうですね、まあ、ここでですね、やっぱりシーゴラス、ね、お父さん一人では寂しいということで、まあ、もし再販するとしたら、まあ、シーゴラスね、奥さんも一緒に、ね、あの再販させていただければいいかなと思いますが、ジュネスブルどうですか。私どちらかというと、あの好みが昭和寄りなんで、いや、ひどい話やな。もうジュネッスすごいよ、かなりかなりリクエストしてますよ。松原さんがこのアンケート結果では、うん、喜ぶ。松原さんってみんな分かってるのかな。あのまだちょっと、他の動画に出て。ああ、そうかそうか、1代目やんな。そうですね、私が2代目、その初代が、まあ、初代な、転校生 Z、はい、転校生 Z のな、はい、なるほどなるほど。さて、そんなこんなでもう上位がかなり、かなり来ましたね。こうドキドキしますよね、はい、何が次に入ってんのかな、ですね。じゃあ続きまして、お、4位、4位です。ウルトラマン銀河よりファイブキング、
ですね。贅沢な会議室ですね。平成の大乱地というような、ね、やっぱり上位にこの平成の、うん、しかも平成の大乱地という称されるような怪獣が来るというのが、また幅広い年齢層のアンケート。これタイラントは入っていないのね、今回。タイラントは20位までには入ってないですね。ああ、もうやっぱりジェネレーションが変わってきたんだよね。まあ、かっこいい怪獣ですね。そうですね、うん。今、あれとかこれとかそれとか作ってるでしょ。そうです。眼球は出ました。ゴルザも出ました。うん、ネウバとか、うん、まあ、いつか出されるか頑張っていきたい、ね。これもあれですよね。以前発行バージョンでしたっけ。そうですね、うん、初版と、発行バージョンの2回発売の機会は、うん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 、はい、で次は何バージョンなんですかね、再販の場合は。これが毎度再販の企画をね考えるときに悩むとこですね、まあ、そこはそれは最も今こうリクエストをくださったお客さんが求めておられるバージョンをちょっと推測して、はい、盛り込んでね。これ金型とか大丈夫ですね。非常に複雑な造形でございますが、またちょっとここから確認ですね、はい、まあ、年数も経ってますし、うん、まあパーツに食べてください。ここの眼球のところで次の大怪獣シリーズ使ったりしてるんですか。いや、サイズが違うので眼球は眼球シリーズで。そうですか、なりました。はい、はい、じゃあいよいよ、いよいよですね、まあ、かなりその再販の確率も上がってくるっていう感じですか。はい、それはもう金型次第ですね。わかりました。ちょっとこちらの都合です、はい、じゃあまあこれまた3位でございます、はい、そうですね、いきます。ドルルルッパ、ウルトラマン、やっぱ来ましたね、かっこいいですね。やっぱりそうですね、もうここまで来ると、うん、まあ、上位に入るべき鳥獣というような気もしてきますね、何か、うん、結果みたいな。ですね、まあ、かっこいいです。もう象徴的な鳥獣でございますが、富士の裾野で大暴れみたいな感じだもんね、うん、空を割って出てくるっていうのはもうあれはすごいです ね、空を割るっていう概念というか、だからまあスーパーなんですよね、超獣です、超超えた獣ですから ね怪獣を超えた、怪獣を超えた怪獣ですからね、うん、金型 の無事を確認、そうです、ね、していただければと思います。またあれですよね、以前は発行バージョンこれ出してますが、はい、次の、はい、何らかの負荷をつけてですね、そうですね、割れた空とか何てつけんねん、はいはい、面白いですね、面白い、面白い、面白い、そうか、割っちゃったよ、はい、続きまして、はい、まあ、いよいよ残すは、2位と1位になってるんですけど、はい、あ、来ましたか、これが来るかと、いきます、はい、ウルトラマン物語グランドキングです、はい、小太郎はこれは入ってないですね、入ってないですよね、グランドキングね、かっこいい怪獣でございますが、これも、まあ、ちょっと前になりますよね、そこそこ。そうですね、初版と、あと、まあ、塗装の仕様を変更したバージョンを2回発売してます、うん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 。これはですね、もうすでに金型の方を調査いたしましてですね、金型はもう使えないと。そうですね。という結果が出ておりまして、ただ先ほどから申し上げている通り、まあ、原型はですね、しっかりと管理されているので、まあ、その原型をもとにですね、そうです、さらにブラッシュアップしたグランドキングを皆さんにご提供できるかな、できたらいいな。そうです、ね、うん、なので次もし皆様の前に姿を現すときは、うん、新しい金型の商品になる可能性の方が高いという状況です、うん、はい、さあ最後残しますのはもう第1位ですよね、はい、第1位何だと思います。私はこの流れがやっぱり怪獣じゃないかなと。ウルトラマンが、うん、何でしたっけね、うん、C タイプと、そうですよね、それとあとまあセブンが、そうですね、最初の頃出ましたけど、それを抑えて、うん、だったらまあ変化球というか、うん、予想通りにはいかないだろうという、うん、それではいよいよですね、はい、第1位発表したいと思います、はい、さて何でしょうか。
ダッダッダッダ、いや、聞きました。これは、知ってたんですけどね。この映像を見ていただいてる皆さんからしたら、どんな予測をしていただけたかなと思うんですけど、まあ、なるべくしてなった第一帰ってきたウルトラマン、はい、しかもこのバージョンですかね。結構バージョンについても、うん、いろいろいただいてますよね。それをひっくるめて帰ってきたウルトラマンスペシャル、帰ってきたウルトラマン、まあ、世代なのですかね。今すごいやっぱり帰りマン、うんうん、ですね。時代は帰りマン、かっこいいですよね。かっこいいですね、これ原型はまあ、色々同じ関さん、関さんですよね、はい、もう本当にうっとりするような造形でございます。帰ってきたウルトラマンこちらにもあるんですけれども、はい、いろんなバージョン出させていただいてまして、金型もねしっかりと保管はしているのですが、まあ、時とともにですね使えなくなるものもありますので、まずは金型の調査をしまして、そうですね、うん、で皆さんのご期待に添えるような、再販につなげていければと思っております、はい。引き続きですね、大怪獣シリーズオールカラーズ館も、まあ、絶賛発売中なんで、はい、まあ、もし書店等でですねお目に留まることがありましたら、ペラペラとめくっていただいたら、もうあなたは虜買わずに乗れないと、まあ、そんな感じで買っていただければいいかなと思います一つよろしくお願いいたします。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。このアンケートに答えていただくというね、これ自体がですね非常に我々としてはありがたいことでございまして、まあちょっとね皆さんの貴重な時間使っていただいてアンケートを出していただいたと思いますんで、まあそのリクエストに、しっかりと答えていきたいと思いますんで、引き続き少年リックよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。